皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使パワーアップキット姉が攻撃編をプレイしていきます。島左近が守ってるのか。標高で24日で落ちるって書かれてる。あ、いいねこれ、簡単だ。よし、モグラ&大筒でいくぞ。いいね。あ、早い早い早い、空城八幡早い、最強じゃねえか。モリモリ減ってる、モリモリ減ってる。もう本丸まで来た。おお、素晴らしい。来る、秀吉が来る。あと6日で来るんだって。参ったな。行くぞ、俺たちも。よし、海を渡るぞ、我々は。海を渡り、鳥羽城。ここまで16日か。正直ね、ここで清須に行っても、秀吉が、また、取って返してきたら、やられちゃうんで、あえて、遠くから仕掛ける。あ、本当だったらこっち行きたいとこなんだけど。我に続け。よし。もう向こうが、手も足も出ないところから。岩村城結構粘ってるな。いいぞ、いいぞ。真田信行隊あと何日で落とせるんだ、しろ。あと12日かー。持たんな。まあ、いった。あ、でも城郭削っとけばいいからね。とにかく秀吉隊があと6日できちゃうんで、速攻でここから逃げないといけない。あ、これ逃げ切れないよ。7日かかるぞ。篠脇まで行くのに。戦わないといけないな、これ多分。そうか。東堂高虎も来るのに。間に合わないからやろう。そこまで兵数に差はつかない。山形正景は、もう、また適量に、進軍します。迎え撃ってるだけだと、小田川の方がね、もう、勢力が大きいから、回復するのも早いからね。殴り合いだ。我に続け。さあ、来るぞ。東堂高虎と羽柴秀吉が。頑張れ元近。いいね。さあ、どっちから来るんだ。来た。東堂高虎が来た。全軍で行きます。これ、我らの勝ち揺るがないんだよな。まあ、これはやらなくていいだろうな。この志、決して砕きはしない。これでまた、敵の織田軍の士気が下がったからね。かたじけない。さあ、秀吉が来る。秀吉来るな。これ負けたらきついぞ。来たー、4万人。行きます。すっごい大事な戦だ、これ。これ負けて信行とか登用されたら本当に苦しい。敵は8部隊しかいないな。苦しい戦いが続く。さあ、敵より先に布陣している。これは有利だね。先着効果。信行隊まだ3700人いるから大将が落とされることはとりあえずなさそうだね。兵数はうち2万2000、相手1万9000。これあれだね、対面の効果だね。で、部隊の質は向こうに圧倒的に負けている。作戦。本陣切り込みがとても強く感じたな。あ、いいこと考えたぞ。いいこと思いついちゃったな。軍技力がかなりあるんだよね、今回は。鳥居を置いて、部隊の移動速度を上げる。そして、見張り小屋を置く。で、下がっちゃおう。もう、全軍で下がっちゃおう。で、この見張り小屋に入ってきた部隊を、この敵は森で移動速度が遅いから、ここでこうシュッシュッシュッってこう挟み込んで秀吉だけを狙う。これ川でも森でも早く動けるんだよ、これがあれば。ただこれだと罠がほぼゼロになっちゃうんだよね。1個でいいかな、鳥重いな。奈落もっと置きたいな。いや、奈落8で置けるんだったら奈落もっと欲しいな。これでどうだ、奈落5つ。これいいんじゃねえか。行くぞ。今回の作戦名は、
秀吉を奈落の底に落としちゃおう作戦です。いきます。はい。後に続け。ちょっと前にカッパ作戦っていうのをしてめっちゃ失敗したからな。川に流れていったからな。カッパが覚悟は良いか。ゲチよ。さあ先に陣取っている有利を生かすのだ。密集しろ密集しろ。鳥居の周り、鳥居の周りなら足早くなるからね。さあ貴様ら集まるんだ。鳥居の周りだ。意外と視界狭いな。見張り台もうちょい前に出した方が良かったかな。これさあこの鳥居で神に祈るんだ。この戦が勝てること。仏か分からん。頼綱様の加護があらんこと。あ雨で鉄砲使えなくなっちゃったよ。あでも織田軍の方が鉄砲多いだろうから大丈夫かな。来てる来てる来てるぞ来てるぞ。奈落にはまったがどうすんだ。はまったな奈落にな。雨降ってるから鉄砲撃てねえんだよな。今のろしも雨だから上げれないはずなんだよな。そして奈落にはまったやつ殴りたいとこだがもうちょっと引き込んでみるか。手前の奈落が本ちゃんだからな。黒田長政奈落にはまってるはまってる。今行きたいとこだけどもうちょっと横に並べといた方がよかったかな。敵の居所知れましたな。来た年枝だ。ご命令ください。今仕掛ければ奇襲になるんじゃないか。横から今が奇襲通った。よしどうする奈落に落ちたも行くしかねえだろう。まだいい秀吉が見えてないんだけど今だね。行くなら今。もうちょっと鳥居の範囲に誘い込んでもいいんだが7000人だと。すごいすごいすごい。めっちゃ奇襲通ってる。いいぞ。秀吉はまだ見えない。ただ周りの部隊が奈落でまだ動けてないぞ。これ敵、これ奈落にはまってるやつら殴りに行ってもいいな。覚悟しろ。受けよ。いいぞいいぞいいぞ。やりたい。あ奈落から抜けてきやがった。お命令ください。旗を掲げよ。すごい。なんでこんなに奇襲通るんだろう。やりたい。先に陣取ってたから視界がこっちの方が強いのかな。違う、鳥居で敵の位置がこっちだけ見えてるから奇襲になってるのか。ちょっとこいつ苦しい。奈落まで、東は奈落まで引き込むんだ。あちょっと逃げてくれ。いいよいいよ。ただ秀吉がいないぞ。あいつどこにいるんだ。これか秀吉。秀吉戦場に出てきてない。ご命令ください。くれないの一撃引くか。よし、触れないで燃えよ。忠勝また奥に連れてって秀吉撃ち取らせてもいいがな、まあ、正面の部隊から秀吉出てこないんだったら正面の少ない部隊から改装させて敵の士気をくじいていこうか。今かなり有利に当たれてるから無理するとこでもない。あ秀吉いた。秀吉いたな。他の奈落使いたいけどな。どうしようかな。これ一回下がってもいいか。よし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 。来たー。かなりの有利がついて。ちょっと待って、西の部隊がまずい。利家がすごいつらい。あー来た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 。これ来たな。秀吉が来るね。いいぞいいぞ。よし西の部隊一回下がろう。秀吉に鉄砲で撃たれたくない。くそ前田利家隊の数が。サクス。この手でいただくとしよう。あとは東国無双をどっかで使うだけだな。これで罠もほとんど使い果たしてしまった。知れました。始めるぞ。あー雪村隊やべえ。雪村隊改装しちゃうこれ。あ逃げろ逃げろ逃げろ。あ逃げれ。味方の部隊が邪魔でやられそう。あ前田刑事かこれ。お加藤清正罠にかかったぞ。倒したいけど、あーこれつれえ。これつらい。やっぱダメか。順当に戦っちゃダメかこれ。敵の軍の方が強く感じる。いや強いんだけど実際ダメだ。負けるぞこれ。どうしよう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 。いかん。始めるぞ。だダメだ。一回撤収して。この奈落はもう使ったのか。全部使ったのか奈落。一回下がってうまく当たりたい。投げ払え。
信行の3700人うまく使うしかないな。もうくっそーダメだ、どうしよう。いやーこりゃ苦しい。秀吉を狙いたいとこだな。やっぱやりたい。後ろに回した部隊敵に見られてないねこれね。奇襲通るね。よしよしよし。はっ、前田刑事の本陣切り込みだと。まずいまずいまずい、これ絶対下げた方がいい。始めるぞ。やりたい。前秀吉うまいこと後ろに隠れてんだよな。ずるくねえかそれ。やりたい。よしこいつやれこいつやれ、こいつやれ。一部隊ずつ前なんとか削るんだ。東国武装苦しい。引くぞ。あ、ここにいる、ここにいる。そこか。打ち合いだ。覚悟は良いか。打ち合うしかねえ。もう本陣切り込みした忠勝の部隊がもう改装してるじゃねえか。さあ前田刑事をなんとかやれやれ。240人だよ、やれるだろ。よし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 、さあやれ、秀吉をやれ。勝てるかこれ、微妙に。足軽隊踏ん張れ。いけんじゃねえの。えぐいことになってる。1900人は苦しいか。ああこれはまだ壊滅したわけではない。一回下がらせたい。全滅しそう。部隊が全滅しそう。でも相当秀吉も苦しいはず。やりたい。相当。あ、逃げていく逃げていく。殲滅戦。やりたい。恐ろしい殲滅戦だ。ダメだ逃げていく。秀吉が秀吉が逃げていく。もうダメだ、もうダメだこりゃ。くっそー。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたいはもういない。前鉄砲しかいねえよ。くそー、結構いいとこまで追い込んだんだけどな。これ敵に捕まりそうなんだよな何人か。それがすごく怖い。やりたい前へ。敵の方が被害は大きいんだけどな。さあどうなる。お味方が討ち死にしました。はっ。最悪の中の最悪じゃねえか。真田信之討ち死にか。お味方が捕らえられました。うわ、じゃあ山形正景を向かわせていく18万円つらいな。しんどいわこれ。あ、秀吉軍解散したな。丹羽長重は迷いが生じた。来た来た来た、よし会いに行こう。どこにいるんだ。正髄にいるみたいだね。じゃ矢沢頼綱で。なるほどなるほど。成功率低いな。他者との駆け引きは常に命がけ。お、成功した。よし、じゃあお金を渡して、はい、6ヶ月以内に指示な。戦場には出てきてないよね。正髄だから。あ、出てそうだね。どこにいるんだこれ。期間中、あー。さっきの秀吉の軍にいたのか、それとも西に出てたのかな。蒲生氏郷、城から出てきたんだ。1万4000人。よし、決戦しきっております。これ大丈夫かな。あ、兵数5部ひょっとして。ちょっと待て。意外とやばいかも。あ、これ、これ、大変なことになるぞ、負けたら。あ、これ負けたら本当にやばい。さっきのは作戦としてはそう悪くなかったはずなんだよな。やはり本陣切り込みが強いと思った。舞台にバフがかかるのは強いよな。
奈落が置けないんだよな。あ、奈落置ける。あ、ここ森だ。奈落置ける。あ、全体森なんだこれ。ほとんど全部森だ。ってことはさっきと同じような作戦で良さそうだな。基本的にはこんだけ狭い戦場だとまたガモおじさとを隠されそうなんだよな本陣切り込み、さっきできなかったもんな。本陣切り込み、鉄砲隊がたくさんいるから森の中で強襲かけようかな。神出鬼没にして、さっきと同じ感じで行こう。さっきの悪くなかったはず。きっと奈落を並べて、奈落にはまったやつに鉄砲を打ち込んでみよう。あ、こんだけしか軍技力ないのか。うわー、これは少ない。行くぞ、回戦だ。まあ、鉄砲がギリ届くとこでいいな。その前に出ることない。あ、でもこれ敵前に出てくるとは限らんのか。どうなんだ、狭い狭くて並べない。もうちょっと寄ってくれ。身を寄せ合ってくれ。もっとここのラインに敵が来たら一斉に鉄砲撃つのだ横一列に並んで陣狙ってくる敵に鉄砲撃ってもいいな。来た来たぞ。ここまではよし。で、どうしようかな。神出鬼没まだ早い気がするんだよな。とりあえず服部半蔵で鉄砲撃ってみるか。よしよしよし、結構短いんだな。さて、もうちょっと寄せるか。敵の居場所が知れました。なんか出てきた。ガムウジサトどこだこれ。いや、神出鬼没使おう。やりたい前、見つかる前に撃った方がいいだろう。あ、ちょっと邪魔な部隊がいる。いいぞいいぞいいぞ。手前の部隊から蜂の巣にしていくのだ。あ、ガムウジサトいた。え、目の前にいる、目の前にいる、目の前にいるぞ。ガムウジサト殺せー。これガムウジサト狙った方がいいだろう。断然奈落にはまってんのに。もうそっちはいい、そっちはいい、そっちはもう好きになれ。全軍突撃だと。何ちょっと待て、想定してない戦い方できやがった。あと1000人。よしよしよし、いいよ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 。あと900人。わあ、逃げていくな。あと500人まで削ったのに鉄砲の射程から逃げられちゃう。待て、こいつ明らか届いてないだろこれ。ダメだダメだダメだ。よし、一回西の山に布陣するぞ。逃げろ、体勢を整えるのです。相手もボコボコだ。また鉄砲撃とう、鉄砲撃とう。川渡ってくるやつら鉄砲で撃とう。あ、ゲージがマックスになってる。ゲージがちょっと待って、ゲージを使うんだ、ゲージを。これいいな、演劇。よし、演劇。あ、慌てふためいて逃げていくバカいいぞ、川向こうに配備した鉄砲隊がめっちゃ強い。1000人いたのか、もう500人になった。さあ撃て撃て、並べろ、川沿いに並べろこれいいな、鉄砲隊強いな、やっぱこのゲームは。あ、めっちゃ奇襲も通ってる。敵の防御ダウンは強いと思うんだよね。あ、強っこの並べた鉄砲隊超強い。なんだこれ。いいぞ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 、いけそうだぞ。さあ当てろ当てろ、東から当てろ。騎馬隊を前に出すと今こそ。よっしゃ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 、来た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 、いいぞいいぞ。下がれ、人数が少なくなったやつら一回下がれ、一回下がれ。さあ次は1200人撃つのだ。撃て撃てあ、また奇数取ってる。そうか、これ隠れてるんだ森に。やばい、勝っちゃうこれ。さあ逃がすんじゃないぞ。裏に回す、裏に回す。ガモウジサとどこ行ったんだ。それにしてもいねえぞあいつ仲間放置してどっかに消えたぞ。あ、ガモウジサといた。よし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 、もう逃げろ逃げろ、逃げとけ逃げとけ。さあ鉄砲撃て、あとはこいつ撃つだけだ。よし、いいぞ。あとはそいつを蜂の巣にしてやるんだ。いいねいいね、防御下がるのやっぱいいな。もう楽勝だろう奮闘、大名自ら奮闘して。あ、奮闘強っちょっと待って、奮闘強いぞ思った以上に。よし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 、
なんとかなった。危なかった。今回は危なかったな。西に全軍で逃げてからよかったな。西に。よし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 、許してやろうじゃないか。そう、どんな城だ。ああ、ガムジャス立てこもってんのか。強行で37日、しょうがないね。1ヶ月、でも1ヶ月で違う部隊が来そうだね。あ、秀吉が秀吉の部隊がこっちに出てきた。岩村城はまだ粘ってるみたいだな。まだあと24日か。あと1ヶ月持たんのか、これ。岩村城。苦しい。山形正景に期待したいとこだけど。次の部隊が出てきてるんだよな、でももう。今度は、1万7000人か。1万7000対1万7000。うわー、これまた大変な戦だ。これ勝てばもう、次は出てこないからな。ここ、ちょっと根性で勝つしかないな。うちももう何も出ないもんな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。